RCA は OND Young が創立しゼネラルエレクトリックによって買収されたアメリカ合衆国のエレクトロニクス事業を中心とする多国籍企業。現在はテクニカラー社が所有する登録商標であり商標使用券売却により様々な商品分野で RCA ブランドの商品が販売されている。設立当初は 全米各地のラジオ会社の大半を参加に収めると、共に RCA レコード NBC などのメディア事業を経営。1923年までに海底ケーブルを利用した大西洋通信の3割、太平洋通信の5割を市場占有した。一方でロックフェラーセンターに RCA ビルを竣工1970年代にはラザードを 自社の投資銀行に使い、ハーツレンタカーなど本業との関連が薄い企業も M&A で保有していた。1964年の RCA カラーテレビジョン、フェア RCA74 ジュニア、ベロシティリボン式、マイクロフォン RCA808、真空管 RCA 放送用の、ミキシングコンソール RCA2 インチテープ仕様の、業務用。 ビデオレコーダー RCAAR-88 通信機器エレクトロニクス部門では真空管半導体技術に優れ、真空管のメーカーとしては古くから世界的な名門であった。半導体時代に入ってからも GE の特許によるサイリスタなどのパワーデバイス、世界標準となった CMOS ロジック IC4000 シリーズ、同じく CMOS 技術による 最初の CPU とされる COSMAC シリーズなどで知られた。CMOS の省電力性に優れた特徴から、c d p 1 8 0にはボイジャー探査機にも搭載された。設立以前の GE 時代より、テレビ受像機の開発に着手し、世界初のカラーテレビの市販化を手掛けた。日本において、テレビ開発が行われていた時期、電気回路に関する特許の使用を、 日本法人を通じて容認し、その後のテレビ開発を支える土台になったことや、RCA 端子とも呼ばれる AV 端子の企画を作ったことでも知られる。1940年代から1950年代にかけて、テレビの開発とアメリカ軍のための先進的な電子機器の開発で繁盛したが、コンピュータの創成期においては限定的な関与に止まった。 プリンストンの研究所の小規模なチームは、大型のアナログ計算機であるタイフーンを、海軍の航空研究のために製造したが、それ以上の開発はしなかった。初期の重要な業績は、記憶技術だった。先進的な電子機器の工場で、アメリカ陸軍が支援していたエニアック・トランド、研究所のジョニアックのような複数の初期のコンピュータの、 開発で潜在的な記憶阻止の技術の相談をした。これらの計画のために、ジャン・エライクマンのチームが、テレビの発明で知られるウラジミール・ツボルキンの指揮下で、セレクトロン管を開発した。これは、先進的で高度に複雑な電子管記憶阻止だった。しかしながら、マンチェスターからのウィリアムス管は大幅に単純で、廉価で入手が容易となり、ジョニアックと、 それまでのシステムを除くすべての機械に備えられることとなり、2000本の真空管を多様な計画のために製造した。1950年代初頭には、不揮発性メモリである時期コアメモリを開発し、1970年代半ばまで、標準的なコンピュータの記憶装置になった。開発者をめぐり、マサチューセッツ工科大学の J ・フォレスターによる論争があった。 フォレスターの阻止はサージュボー計画で使用された。当時、カムデン機構での開発で先進開発グループのみが軍用と民生用の両方を支援した。そのため、それはこのグループにとってデジタル技術を民生用と軍用の両方のために対応することは自然な成り行きだった。最初の4年間において、 アドグの努力の大半は民生品の用途に焦点が当てられた。1954年から軍用の開発が増加して1958年に西海岸のミサイルと対空レーダー部門になった。アドグはいかに電子工学工場が彼らの製品開発のための能力と経済的な見通しを活用するかの典型的な事例だった。アドグと ビズマック商業コンピュータ計算機システム部門の創設はアドグの最初の計画だった。1950年にアドグはビズマックの開発に着手した。これは実質的に大型のデータベースを並べ替えるために設計されたコンピュータで磁期コアメモリとランダムアクセス時期ドラムメモリが使用された。しかしながら データに接続するための主要な機能はデータベースを構成する100台の廉価な磁気テープドライブだった。重量は250トンで、占有面積は1万8000平方フィートで、アメリカ陸軍の兵器商との契約で大部分は RCA で製造され、装甲部門と工場で戦車の予備部品の管理のために使用された。契約額は450万ドルドルで、当社は アメリカ陸軍の兵站管理の主要な供給会社として存続した。1954年にビズマックを引き継いだ商業電子工学計画グループはそれを原型にした機種を販売することを決定した。しかしながら機械は多くは売れず6台の製造に止まった。利用者は 大型の通信販売業者と大型のデータベースの問題を抱えるニューヨークの2社だった。このような初期の世代の大きなコンピュータは驚くに値せず、ビズマックは低信頼性の問題には粘り強かったが、失敗に終わった。大型で高価なシステムは1955年から1958年にかけて1000万から2000万ドルの利益をもたらし、 市場を開拓するための知見を得た。それは少数ではあったものの、マニ、彼らは最初にコンピュータの市場で成功したと言える。ビズマックを開発したアドグのメンバーはわずか30人で、このような大規模なシステムを開発するには小規模すぎた。さらに開発をするためにシステムを検証した商業電子機器製品グループは100人で構成される。 ビズマック技術グループになった。このグループは電子データ処理部門から拡張してコンピュータシステム部門になり、最終的には情報システムグループになった。ビズマック技術グループは開発を継続してアドグは他の計画に開放された。当初、複数の防衛システムを開発する予定だったが、後に新しく開発されたコンピュータの運用に充当された。 同社は民生用において繰り返し録画再生ができるビデオカセットレコーダーよりも絵の出るレコードと言われたビデオディスクの開発に注力しており1960年代から着手した静電容量方式のセット開発に50億ドルの開発費用を費やし1981年にセレクタビジョンの商標で北米及びイギリス向けのパルバンが発売された RCA 及び、日立や産業、東芝などの日本の家電メーカーが製造販売し、OEM 供給を受けた、米国ゼニス、映写機メーカーのエルモ、シアーズ、JC ペニー、タンディラジオシャックなどのストアブランド、PB ブランド他から大量に流通された。日本においては、日立製作所していたに、市販化を要請したものの、VHD とレーザーディスク間での規格競争が、 繰り広げられ、1978年に、ゼネラルから先行して市販された、テッド方式は、失敗に終わり、コレクター向けの時期輸入品を除き、市販されることはなかった。なお、VHD は、セットと同様にキャディーごと再生機に投入して、ディスクの出し入れを行うが、VHD は、ディスク上に、溝がないなど、規格は全く別物である。 1984年4月にセッド事業撤退が報じられる。莫大な開発費用の回収に見合う収益が見込めないためとされる。1985年まで供給は続けられた。1984年に表面化したセッドビデオディスクの商業的な大失敗により経営が悪化し、1986年12月にかつての親会社 GE へ買収。 吸収された。翌1987年に、ジャック・ウェルチの方針により、QRCA の家電部門はトムソンに、子会社であった RCA レコードは、ドイツのメディアコングロマリットのベルテルスマンに、売却された。日本での RCA レコードは、当初は、日本ビクターの音楽レコード事業部を経て、ビクター音楽産業が担っていたが、1975年に、日本ビクターと、 米 RCA レコードの合弁により RVC 株式会社が設立され移管された。その後、親会社の資本構成の変遷により、現在は株式会社ソニーミュージックエンタテインメントへ吸収されている。過去、北米市場でトムソンが販売した RCA ブランドのビデオカメラなど高付加価値の商品は日本ビクターからの OEM。北米では、 蓄音機に耳を傾ける犬ニッパーの商標を使用していた。デジタルオーディオプレイヤー、ポータブルプレイヤー、クロックラジオなどはタイのメーカー製。液晶テレビに関してはトムソンのグループ企業である中国 DCL 及び周辺企業から供給されていた。しばらくはこれらトムソンのデジタル AV 機器部門。 および衛星放送向けのセットトップボックスブランドだったがデジタルカメラ部門を中国資本の GE イメージズにブランドを対応 RCA オーディオアクセサリー部門をオーディオバックスへブランド対応を開始しトムソンは世界各地での自社ブランド展開を開始コンピュータ映像編集関連製品は日本企業の PC 周辺機器メーカーである カノープスを買収したトムソンカノープス USB オーディオやゼネラルオーディオはエグゼモードが日本市場でのトムソンブランドのセールスを開始これまでの RCA ブランドは一部地域を除きほぼ全世界での使用停止を発表同時に新しいライセンス先を探しているその後トムソン社は2010年にテクニカラー社へ社名を変更したが2017年の 段階でも、北米市場向けのデジタル AV 機器事業は続いている。なお、現状の RCA ブランドについては、RCA ブランド商標管理事業を参照する。日本では、RCA のエレクトロニクス機器は、業務用機器東国一部を除いて市販されなかった。ありがとうございます。